ゴールデンウィークを前にコンビニ各社がおにぎりやサンドイッチの新商品を相次いで投入しています。ローソンは金しゃりおにぎりシリーズをリニューアルしました。おにぎりの機械を刷新し、4方向から均等に力を加えることでふっくらとした食感になったほか、具材の味付けも見直したということです。セブンイレブンは京都の老舗米店8代目義兵衛が監修したおにぎりを発売。米のブレンドや精米を工夫し、米の持つ甘みを引き出したとしています。ファミリーマートはサンドイッチをよりしっとりとした食感に改良しました。